こんばんは。ただいまより裏金疑惑徹底追及、戦闘救出閣議決定撤回、取り戻そう憲法を生かす政治 4.19 国会議員前行動を始めさせていただきます。本日の司会を務めさせていただきます、総掛かり行動実行委員会共同代表の岸山奈穂子です。よろしくお願いします。それではまず最初に主催者挨拶を、憲法共同センター山口真美さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。自由放送団で今幹事長をしております弁護士の山口直美といいます。よろしくお願いします。この国会、共同親権の問題もそうですし、地方自治体に対する国の事件の拡大ですとか、本当に悪法だらけです。今日はその中でも、経済安保版の秘密保護法について少しお話をさせていただきたいと思います。4月9日、この経済安保版の秘密保護法が衆議院本会議で賛成多数で可決されました。2013年に成立した秘密保護法の拡大版です。秘密保護法では、外交、防衛、テロ、スパイの4分野に関する重要な情報を秘密にするとして、これを指定しました。今回の法案はその秘密の範囲を経済分野に拡大するとしています。2月27日に法案が国会に提出されてからわずか1ヶ月ちょっとで衆議院可決です。なぜこんなに急いだのか。岸田首相は今年の4月10日アメリカを訪問していますね。この法案の成立を岸田首相のアメリカ訪問、日米首脳会談のお土産にしたかったんです。なぜこの法案がアメリカバイデン政権に対するお土産になるのか。それはこの法案が日米両国が中国を念頭に置いた戦争する国づくり、これを経済分野において強化する、そのために必要不可欠な法案だからです。4月10日に日米首脳の共同声明では3つのことが明記されました。第1に、米軍自衛隊の指揮統制の枠組みの強化、米軍とアメリカ自衛隊の一体化ですね。第2に、武器の共同開発生産の拡大。第3に、アメリカ、イギリス、オーストラリアの軍事的枠組みであるオーカスへの軍事協力です。日米で共同開発し生産を拡大しようとしているのはミサイルです。オーカスとの軍事協力の具体的な内容は先進軍事技術協力を行うことです。日本、イギリス、イタリアの3国で次期の戦闘機の共同開発を進めることも決まっています。防衛装備の移転の3原則も改正し、殺傷兵器の輸出を解禁するとしています。経済安保版の秘密保護法はこのアメリカとの共同声明で、日本がアメリカに約束したこうした経済分野の軍事同盟の強化、軍事産業の育成を実現するための国内法の整備なんです。経団連と日本商工会議所は重要経済安保情報の保護と活用に関する法律案の早期の成立を求めると提言し、その中でセキュリティクリアランスは企業が国際共同研究開発等に参加する機会を拡大することに資する、こういうふうに言っています。経済界はもろ手を挙げて法案に賛成し、軍需産業の育成を、に前のめりになっています。なりふり構わず死の商人になると宣言しているんです。日本がミサイルを作る、日本が戦闘機を作る、これは憲法9条2項で禁じられた戦力の保持に他ならないではありませんか。国が主導して軍需産業を育成することは憲法9条2項の戦力不保持に違反するのであって、これは違憲の法案です。平和主義を投げ捨てる経済安保版の秘密方法を絶対に許してはなりません。第2に、この法案は国民の知る権利を奪い、プライバシーを侵害し、国民への統制を強めるものです。重要経済安保情報を扱うことができるのは適正評価、セキュリティクリアランスにおいて秘密を公に漏らすことがないと認められた人だけです。この適正評価の対象は公務員だけではありません。広く民間人にも及びます。企業に働く労働者、
技術者、そして研究者にも及びます。すでに今の技術保護法の中でも12万人が対象になっています。一体何十万人が対象になるのか、恐ろしい限りです。そして国によるこの進展調査の中身、これがどういうものかということです。ここで挙げるのは7つぐらいの項目のうちの5つですが、1つ、犯罪及び懲戒の経歴に関する事項、薬物の乱用及び影響に関する事項、精神疾患に関する事項、飲酒についての節度に関する事項、借金など信用情報その他経済的な状況に関する事項。言っています。お酒の飲み方の程度、借金と言ってますが、住宅ローン、車のローンだってあります。なんで国に私たちがどの程度お酒を飲んでるか、何が車を持ってるか、家を持ってるか、お金をくれてるか、身辺警護調査をされなければならないんでしょうか。機密情報を直接に取り扱うものだけでなく、その家族にも調査を及びます。こうした事故を国が調査するということは、国民のプライバシー権の侵害に他なりません。調査するのは裏金調査しろ。そうだ、漏洩を許さない。そういうことだと思います。漏洩をするということになると、これは厳しい罰が課せられます。今の自民党議員、裏金でも処罰ほどほどですよね。大したことない。しかし秘密を漏洩すると刑事罰が課せられます。こういうことは絶対に許されてはなりません。内閣総理大臣のもとに新たな情報機関が設けられるという話もあります。国の情報機関や警察が広範囲に市民を対象に思想身辺調査を行うことが合法化されてしまいます。膨大な個人情報を政府が一元管理できる、この国は民主主義の国でしょうか。政権に不都合なものを排除したり沈黙させたりするなど、国民監視の手段として乱用される危険があります。平和主義の根幹に関わる法案であり、国民のプライバシー権、表現の自由など重要な人権侵害の恐れがある法案です。にもかかわらず、衆議院では十分な審議が尽くされませんでした。極めて短時間でずさんな審議がなされたにすぎません。経済安保版の技術方法は議会制民主主義からの重大な問題があります。こんなずさんな審議をし採決可決したのは誰か。裏金議員です。軍事産業の育成に邁進する大企業から献金を受け、パーティー券を買ってもらってそれを裏金にしている自民党議員です。経済安保版の秘密保護は、企業が自民党議員を金で買って押し通そうとしている法案と言うしかないと思います。平和のため、基本的人権のため、民主主義のため、経済安保版の秘密保護を絶対に許さない、そういう国民の声をぜひとも国会に届けていきましょう。今日の集会頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。それではですね、お忙しい中、国会議員の皆さんが駆けつけてくださっております到着順で、ご紹介させていただきます。まず最初に、立憲民主党参議院議員の古賀千景さんです。よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。立憲民主党参議院議員古賀千景と申します。私は7年前まで小学校の先生をしていました。子どもたちに夢をもらい、そして楽しいこと、思い出をたくさんもらって過ごしてきました。子どもたちがクラスの中で、人間が生きていくんですから、さまざまなトラブルがあります。そんな中で子どもたちの中に私たちが伝えていったことは、手を出すなよ、足を出すなよ、ちゃんと友達が何が嫌やったとねって、僕のどこが悪かったと、私はどうしたらよかったと、そんなことを大事にする、そんなクラスにしていこうねとずっと私はやってきました。しかし今この日本がやっているこの政治は、子どもたちに私が伝えてきたことと同じことをやることができているでしょうか。できてませんけどね。戦え軍事を増強していこう、そんな流ればかりがずっと国会の中でもつながっています。私たちの先輩教職員は、自分たちが教えたこと、戦争は正しいと教えてしまったということでずっと心を痛め、辞められた方もたくさんいらっしゃいます。しかしこれから教育をやり直そう、そうやってずっと運動を頑張ってこられて、平和のために教育
のために、子供たちのために、そうやってやってきて、そして生まれた言葉が、教え子を再び戦場に送るなでした。教え子だけではありません。自分の息子もそう、そして今の若い人たちもそう、友達もそう、戦場に二度と送らないという言葉を生み出し、平和を守ろうと精一杯やってきました。しかし今、今日も国会で岸田さんは言いました。憲法、自分の任期中に憲法を改正したいと言いました。どこがさ改正なのか、自分の任期のために、自分の名を挙げるためにそんなことをやろうとしている、これが今の国会の状況になっています。今のガザ地区の様子を見て、ウクライナの様子を見て、何も感じないのでしょうか。人があれだけ血を流している、命をなくしている、物が壊れている、またあれにたくさんの時間とお金をかけて再生しなければならない、そんなことが私たちが望む平和な社会に何の役にも立たないということが、その想像力の欠如が私は信じられません。本当に大事なもの、人と人とが心をつなぐこと、平和外交、それをやっていくことこそが今の政府だと思っています。子どもたちを二度と戦争には送らねえ、そしてそんな思いをさせないために、今私たちがやらなければならないことがたくさんあります。こうやって皆さんが集まってくださっていることをとても心強く思っておりますし、私は国会議員としてしっかり憲法のこと、平和のこと、防衛費のこと、そして殺傷能力のある武器の輸出のこと、核の抑止力を認める政権、そのようなものをしっかり変えていきたいと思っています。これからも頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございます。立憲民主党参議院議員の古賀千景さんでした。どうもありがとうございました。それでは続きまして、日本共産党参議院議員の大和愛拓さん、よろしくお願いします。はい、頑張ります。皆さんこんばんは。101回目の19日行動にご参加の皆さんに心から敬意を表したいと思います。国会の様子を日々ご覧になっていて、本当にひどい国会の状況だとお感じなのではないかと思います。今日は午前中、参議院本会議で日本語共同親権を含む民法改定案の審議が始まりました。 DV や虐待の過程で共同親権を父母の同意もなく導入して、それが果たしてこの利益になるのか、大いに疑問です。午後は衆議院で子ども子育て支援法採決をされました。子育て支援金も社会保障の歳出削減もどちらも紛れもなく一人一人の負担増ですが、負担増にはならないなどとごまかしています。ちょっとひどいんじゃないでしょうか。さらには食料農業農村基本法、農政の憲法といわれる基本法の改定も行う、これまでも農政壊されてきましたが、それでもかろうじて残ってきた食料自給率の目標すら投げ捨てる、そして代わりに盛り込むのは輸入の加工だといいます。農政の大転換をこんな形で進めさせてよいのかが問われていると思います。こうして皆さん、先ほどの経済秘密保護法とも合わせて多くの不安や懸念の声、批判の声がある中で、問題のある法案を次々と先を急ぐかのように押し通そうとしている、それは皆さん何よりも、広がれば広がるほど、問題点が伝われば伝わるほど、反対や批判の声が大きくなるのを恐れているからではないでしょうか。こういう政治の姿勢を許しておいてよいのかが問われていると思います。だって皆さん、今の政府と与党に政権を担う資格そのものがあるのか、これが問われているじゃありませんか。裏金問題をめぐって下村博文氏は支持者に対する集会ではこういうふうに言っていた、政倫審ではこんなことを言っていない、もし
森井元市長が関わっていたことをしゃべったら野党にいい材料を与えることになってしまうので語らなかったと言ってるそうです。ひどい話じゃありませんか。やっぱり政令審で事実を語らず嘘を語っていたんだとしたら証人喚問でやっていただくしかないと思うんです。森元市長にも出てきていただくしかないと思います。こうして真相解明を十分行っていないからこそまとまな対策も出てきてないということだと思います。来週は初めて政治改革の特別委員会が開かれます。各党が意見表明をするといいます。しかし自民党は独自のはまだないっていうんですよね。これだけ問題が起きながら自ら対策を立てることができないということは自民党には自浄作用が望めないってことがいよいよはっきりしているんじゃないでしょうか。こうして今裏金問題で真相解明にも背を向け対策も打ち立てられずに支持率が下がって国内で危ぶく岸田首相がすがるように出かけていったのがアメリカだと思います。そうして約束してきたのは日米軍事同盟を歴史的に変質させてしまう首脳会談の共同声明でした。自衛隊と米軍がいよいよ一体となって敵基地攻撃能力を使ったり中国を軍事的に包囲するようなブロック的な対応を強めていく、そして兵器の共同開発、きっと輸出も考えていくと言い出すのでしょう。拡大抑止、核抑止力論にもすがり続けると言っています。軍事力を抑止力だと言ってどんどん高めて、そうして地域の緊張関係を高めて兵器を作って売りさばいて、皆さんそれが憲法9条を持つ平和国家の在り方として許されるとでも言うのでしょうか。私はそういう道に進ませる政治はやっぱりみんなの声で、皆さんにご挨拶をさせていただきます。先ほど冒頭に、経済、セキュリティクリアランスのことご説明があったと思います。この法案主にこの審議を行っているのは内閣委員会です。私も最初はこの法案のことが難しくて分からなかったんです。けれども日米連の皆さんなど何回もこの院内集会を開いて私たちに勉強の場を設けてくださいました。そして知れば知るほどとりわけリスクを抱えるのは労働者とそしてその家族だということが見えてきました。私は非正規労働者で、長年働き首を切られた経験があるため私にとって雇用の問題というのが一番のテーマなんです。この問題をぜひ厚生労働委員会の中で質問できないだろうか、そう思って4月4日とそして昨日18日2回にわたってこのセキュリティクリアランスの問題を質問させていただきました。先ほどもご説明にありましたけれども身辺調査7項目あります。労働者本人には合意を取ると言いますけれどもその家族には合意を取らない取る必要がないというのがこの法案なんです。労働者の父親母親兄弟そして子ども配偶者の両親やそして子ども兄弟などのことも調べるわけです。住所生年月日国籍そして帰化した人がいた場合はその前の国籍まで調べる。また精神疾患など既往歴がないかということや飲酒の節度そして経済的な問題ありとあらゆることを身辺調査するというのがこの内容です。でも私たちが今活動している厚生労働委員会このここにある厚生労働省は何を掲げてきたか、採用をするときそして職場で誰かを雇用するとき差別につながるようなことは質問しちゃいけませんよと言ってきたのが厚生労働省という場所ではなかったでしょうか。
伊藤夫妻をするときにその家族のことについて質問する必要なんてないんですよ。その人が応募してきた、その人が本当にこの職場にとって必要かどうか、それさえ見ればいい。けれどもかつては違いました。その家族が何をしているか、そのことを調べました。本籍地、出生地、ここを調べて、そしてかつては部落地名相関というものを使って部落出身者かどうかということを調べ上げ、職業差別、差別をしてきました。また国籍を調べて在日コリアンだと分かると、その人を採用しない、こんな差別が職場の中で行われてきたからこそ、厚生労働省は差別を許さないための指針を出し、主に14項目あります。これを掲げてきたんじゃないでしょうか。今回やろうとしていることは、厚生労働省が職場から差別をなくすために取り組んできた、そのことを根底から覆すことだというふうに思っています。私はこの問題を厚生労働委員会で取り上げたとき、反応悪いんですよ。なんでお前この委員会でこのこと喋ってんだという反応です。けれども、もし労働者がこのセキュリティクリアランスを受け不利益を被ったとき、誰がその労働者の問題に向き合うんですか。厚生労働省、厚生労働大臣、そしてそこで審議をしている私たち厚生労働委員がとにかく考えなければいけない問題なんです。このことがはっきりと皆さんに伝わっていない、私はしっかりと声を出して訴えていかなければいけないというふうに思っています。昨日の質問の最後、こう言わせてもらいました。裏金を作ってきたそういった議員たち、今回ですね、この身辺調査の対象に労働者は入っているけれども、内閣総理大臣とか行政の調査長とかは調査の対象に入っていない。しかしどうですか、先ほどからお話が出てます、裏金作ってきたような人たちが労働者の身辺調査するんですよ。偉そうに身辺調査するなよというのが私たちの思いじゃないでしょうか。このように人々を監視し調査し、そして密告を奨励するような法案を、裏金を作ってきたような人たちが今この国会の中で通そうとしています。どうか皆さん、この危険性をしっかりと受け取っていただき、私たちと一緒に声を上げていただければと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。社会民主党参議院議員の大椿優子さんでした。どうもありがとうございました。それでは続きまして、沖縄の風の伊波洋一さんからメッセージが届いていますので代読をさせていただきます。はい、さい、参議院会派沖縄の風の伊波洋一です。沖縄の風は沖縄の未来と沖縄県民の尊厳、日本の民主主義を守ることを訴え、沖縄選出の宝哲美議員と私で活動しています。沖縄県うるま市石川で進められていた陸自訓練場計画について防衛省は断念することを公式に発表しました。住宅地や教育施設も隣接する土地に自衛隊の訓練場を作るという誰が見ても不条理な計画が撤廃されたことは、市民が団結すれば政府よりも強い力を発揮できることを再確認させました。ご支援いただいた皆さんにこの場をお借りして改めて感謝したいと思います。先日岸田総理はアメリカバイデン大統領と日米首脳会談で指揮統制の連携強化など一層の米軍と自衛隊の一体化を約束して帰国しました。2022年12月に閣議決定した安保3文書に基づき、反撃能力イコール敵基地攻撃能力の保有、5年で43兆円、5年度負担も含め約計60兆円もの軍拡を行う計画を進めています。敵基地攻撃能力に担う長距離長射程ミサイルは実質的に米軍の指揮統制下に入り、自衛隊はウクライナ型の代理戦争を戦わせることになります。国民の大多数は台湾有事になっても台湾や南西諸島沖縄周辺で収まり、多くの国民には関係ない、ましてや東京や日本全土が戦場になることなどありえないと信じ込まされています。しかし存立危機事態で行使される反撃能力、敵基地攻撃能力は
日本が攻撃されていない段階で台湾有事に自衛隊が軍事介入すること ことに他なりません。岸田軍拡を止めなければなりません。私は先頃立憲フォーラムブックレット戦場にさせない沖縄からの台湾有事をまとめました。ぜひご一読ください。現在衆院の3つの補選が行われています。立憲野党勢力も力を結集して取り組んでいます。岸田政権に国民の声を突きつけましょう。ぜひ多くの皆さんのご支援ご注目をお願いいたします。共に頑張りましょうというメッセージをいただきました。それではご発言いただいた立憲野党の皆さんに私たち連帯の拍手をしたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それではここで寒波のお願いです。私たちのこの集会すべて皆さんの寒波で、賄っております。裏金議員には本当に聞かせたいんですけれども、本当にすべて皆さんの寒波で私たちやっておりますので、まあ、これからまたたくさん行動が続きます。そして 5.3 憲法集会も、待っていますので、ぜひ今からオレンジのスカーフを巻いたスタッフが寒波袋を持って回りますので、この寒波のキックバックはいろんな集会やそういうところのプラカードに使われるということで、ぜひ皆様寒波よろしくお願いいたします。それでは韓国からも19日行動の連帯メッセージが来ていますので、こちらも司会の方から代読させていただきます。19日行動連帯メッセージ。本日も平和憲法を守るために戦っている皆様に心からの敬意を持って連帯挨拶を送ります。世界各地で戦争が起きる今、平和憲法とその精神の実現がより切実に感じられます。軍事力と抑止力で平和を守ることができるという態度は、より大きな犠牲を生むだけであることが毎日証明されています。日本の平和憲法は決して戦争が問題解決の手段になれない、またなってはならないという共同の誓いです。今日の午前、韓国では私たちは在日朝鮮人の 4.24 教育闘争を迎え、朝鮮学校に対する日本政府の差別に共に立ち向かう訴えるよう訴える記者会見を行いました。あらゆる敵対や差別、戦争に反対し、平和を実現するために韓国でも力強く戦っていきます。2024年4月19日、ウリハッキョ朝鮮学校と子どもたちを守る市民の会代表ソン・ミヒさんでした。ありがとうございます。それでは続きまして、市民からの発言に移らせていただきます。まず最初に府民から大塚愛子さん、よろしくお願いします。大塚さん、ここには武器輸出のことも書かれていたんです。防衛装備三原則の制限を見直すこと、それと官民一体となって防衛装備移転を進めると明記がされました。1967年、佐藤栄作首相は武器輸出三原則ということを言って、1976年にはこれを三木首相がほぼ全面これを慎むと言って、全面的に武器輸出は慎むように日本はなりました。1981年には厳しく制限するということで、衆議院と参議院全会一致で、国会欠席まで上げています。それを2014年に安倍さんが、武器輸出三原則ということを、防衛装備移転三原則というなんかちょっと分かりにくいことに変えてしまって、ちょっと穴も開けたんですけども、それでも殺傷武器は輸出しない国であることは、非核三原則や専守防衛と並んで平和国家である証であり、世界に誇るブランドであったと思います。
主権者の私たちに諮ることもなく、それで国会で例えば集中審議するとかそういうことも全くしないまま、支持率がたった 16% しかない裏金疑惑のそんなあの岸田首相、岸田内閣に閣議決定するようなそんな資格はないのではないでしょうか。それでそれを感じているのか、与党協議というのが、4月から始まりましたけど、これが本当にこそこそとしてまして、いつやるのか、誰がメンバーで、それから、議事録も非公開というそういうふうな密室協議でこそこそやったんですけど、やっとあの7月5日に経って中間報告というのが出ました。この中間報告の日にやっとメンバーがですね、自民党が7人、公明党が5人、男ばっかりの12人でやってることがやっとメンバーなんかも分かりました。その日からあの私たちは、あの4団体で抗議を始めました。4団体というのはストップ大軍拡アクション、平和を作り出す宗教者ネット、ストップ会見自宅の会とフェミンなんです。もうでこれは昼の時間なんですけども、国会議員会館前大体この場所で、抗議を始めました。次期戦闘機の共同開発、これは英国とイタリアとでするんですけども、このイタリアとその防衛大臣が来日した時には、防衛省で相談するということなので防衛省前でも抗議をしました。12月、それから三原則の運用指針の改悪、これは今までは禁じられていた殺傷武器の輸出を解禁したという日なんですけど、これは12月の第1回の閣議で12月の22日、次期戦闘機の共同開発してこれが完成した後の第三国の輸出を容認した3月26日の2回目の閣議決定の日にも官邸前で抗議行動をしました。武器輸出に関しては厳格な歯止めをしているというふうに、ちょっとこれはそうではなかったんですけども、公明党本部にも一度ですがみんなで抗議に行きました。7月の中間報告から3月の閣議決定までロビー行動や新宿駅南口外線なども入れれば私たち4団体の共同行動は15回ほどになります。昨日もあの宗教者さんたちが主催なさって、この場所で、緊急行動を抗議をしました。先ほどの話でもありましたけども、あの殺傷、岸田さんは訪米をして共同声明には武器輸出のことも書かれていました。それによれば殺傷武器の輸出をアメリカが歓迎したこと、日米の軍需産業を統合していくこと、ミサイルの共同開発生産を拡大し進めるために定期的に協議をするなどが列挙されました。単に市の承認国家になるだけでなく市の承認大国、大国を目指そうとしているのではないかと私は思っています。今あのガザの上空を飛行しているという F-35 戦闘機は第5戦闘機というふうに言うそうです。これを作る 6.1 兆円もかかったそうです。 6.1 兆円第5世代戦闘機に代わってこの今この日本イタリア英国の次期世代戦闘機、次期戦闘機というのは第6世代戦闘機というのだそうです。ですから一体 いくらかかるのか、あの最新鋭の殺傷武器の王様のような武器を作るわけですから、税金がこれにものすごく投入されると思います。それはとんでもないですよね。 こんなふうに税金使うのではなく、そうした費用は私たちの暮らしに使うべきだと思います。絶対にやめてもらいたいと思います。イスラエルのガザ市民へのジェノサイドを止めようと今は日本も含めて世界中で武器をイスラエルに送るなという運動が沸き起こっています。戦争しない、その予防の一番の基本は武器を作らせず輸出させないことだというのが、この間のイスラエルによる悲惨な戦争犯罪を見て世界共通の思いとして育ってきたのではないかと私は思っています。
中国ばっかり見てガザのことには目を背けてきた結果、まさに最悪のタイミングで岸田政権は首脳承認国家宣言をしたのだと思っています。輸出、武器輸出をするなど大きな声をこれからも岸田さんが諦めるまで上げ続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。大塚さん、どうもありがとうございました。それでは続きまして、市民連合でこの間取り組んでいるフェミブリッジ、フェミニストのブリッジ、女の架け橋ということで、市民連合で今各地で街頭宣伝を行っておりまして、3月は国際女性デーもあるということで、この3月ではですね、3月そして4月にちょっとかけてですね、全国で、北は北海道、南は沖縄、27カ所でフェミブリッジアクションを行いました。そこから今日はですね、神奈川で、フェミブリッジを行った岸真紀子さんより報告をいただきたいと思います。岸さん、よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。フェミブリッジ神奈川、フェミカナの岸真紀子です。フェミカナは1月の神奈川市民連絡会に東京市民連合の松井さんが訪れ、フェミブリッジを紹介してくれたところから始まりました。その日の会議も女性はたった2人だけ、2人でその場でやろうと決めました。実行委員会は13名から28名まで広がり、1ヶ月の準備で3月9日横浜桜木町で開催しました。参加は200名です。女性たちのパワーと連帯は本当に弾けるようで、この日を待ってたかのような状況になりました。そしてその日は衆議院女性候補、そして衆議院女性候補や市民スピーチと同時に、一番驚くようなことは、一番私たちを驚かせたのは、神奈川の立憲野党の代表が全部揃うということが起こりました。そしてフェミカナからの要望書、女性議員を増やして選挙での本気の共闘して、この要望書を受け取り、真摯に意見表明をそれぞれがしてくれました。神奈川では立憲野党が揃っても同じステージに立たない、こんなことが起こっていたんです。でもこの日はそうではなかったです。それを作ったのは、今までのそれぞれの市民連合が作ってきた信頼や、フェミカナでの女性の団結がそんな風にさせました。これからも神奈川では市民連合を継続して、共闘とそして女性をはじめとした弱い立場の人たちの声が通る政治へと大きく展開していきたいと思っています。今戦争はガザやウクライナだけでなく、日本も戦争する日本へと大きく舵を切りました。私の住む横須賀では、自衛隊基地に先制攻撃のトマホークが配備される予定です。3月の25日から29日まで米軍によりその扱いの指導がもうありました。原子力空母は今年最新鋭のジョージ・ワシントンに交代予定です。万が一攻撃されるようなことがあれば、原子力空母のいる港へとなります。ここ東京までたった50キロ首都圏にある原子炉のある基地が戦争に巻き込まれる恐ろしさは本当に表現することができないほどです。そんな中で岸田さんはアメリカで指揮権まで渡すようなことをしました。その日、子供のいる私の娘は、このまま横須賀に住んでいいかな、西の方に越した方が良くないかなというふうに話しました。越した方がいいです。でもどこに行っても原発があります。日本はもう逃げる場所がありません。これを作ってきたのが自民党政治です。神奈川は沖縄に次ぐ基地県です。バラバラでなく沖縄のようにつながり、戦争する国を止めるように大きな世論を作ろうと、今市民が集まって神奈川1万人アクションを計画しています。
1万人の世論を動かす呼びかけ人を作り、6月23日パレードを行います。沖縄の問題が沖縄だけのことでないように、神奈川の基地も神奈川だけの問題ではありません。首都圏にある基地、この神奈川に皆さん集まってください。6月23日沖縄慰霊の日に行います。12時ジャスト桜木町駅前です。お集まりください。私たちをこんな風に肩を押したのは実は子どもたちです。12月から私たちがやるスタンディングに子どもたちが前に立ち、マイク使っていいと言って、いいよと言って渡すと、戦争ダメというスピーチをします。これがずっと続いています。スタンディングのために続いて、そしてその子たちは話を聞くと小学6年生がほとんどなんです。憲法9条もそんなによく知らない。基地の町で育っても基地や原子力空母のことも知りません。でも子どもたちの中に戦争がダメはもう満ちています。今その中で戦争はダメ、お母さんが悲しむだろうと言った6年生の子たちがいました。本当に今子どもたちに私たちはどれだけ未来ある社会を手渡せるかというところに来ています。もう世代も分野も全てを超えて力を合わせる時です。皆さん一緒に立ち上がりましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。フミブリッジ神奈川から、岸真紀子さんでした。どうもありがとうございました。それでは続きまして、今日は女性の発言が多いですね、この最後の発言になります。次は今もう大激戦中の東京選挙区15区です。東京選挙区15区から高等市民連合世話人の小場美智子さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。入ってない。皆さんこんばんは。今日は久しぶりのこの19行動、実は私後期高齢者になったもんですから地元では一生懸命やってるんですけど、ここまで足を運ぶのに地下鉄乗り継いで1時間かかるのね。でエレベーターがあるとこばっかりじゃないでしょ。で階段を1個ずつ上がりながら降りながら、もうこんな苦労しながら、なぜ今日ここに来たかっていうのは、今話題の東京でただ一つ28日投開票が行われる選挙、衆議院補欠選挙ですね。掲示板見ますと今8人あの候補者の名前が出ています。しかし皆さんどうでしょう、江東区なんでこんな選挙やったか。まず第一に汚職の問題、それから区長選挙で柿沢美都さんね、お金配って裁判やって、裁判で結審されて5年間公民権停止、衆議院の議席が江東からなくなった。だから補欠選挙なんですよ。東京で唯一この選挙に私たち市民連合は絶対に勝たなきゃいけないんです。酒井夏実さん一生懸命頑張ってます。どうか皆さん全都から応援に駆けつけてください。まだまだ応援が足りません。私現地で毎日街歩いたり事務所寄ったりいろいろして、今日も62人のハガキを届けてみました。だからちょっと遅れたんですけどね。実はなぜ高等がこういう共闘の高等市民連合が中心となって仲立ちになって、こういう選挙、まともな野党共闘選挙ができるようになったかという歴史をちょっと話させてください。実はあの安倍内閣の中でできた安保法制ね、あの安保法制に反対する高等区民の救助の会っていうのは地域であちこちにあるんです。その救助の会の人たちのネットワークを作って、この法案廃案まで頑張ろうって言ってできたのが高等市民連合です。その活動を続けてき、宇都宮さんの都知事選挙、それからその後に続く衆議院選挙、立憲の井戸雅恵さん公認候補で戦いました。この時もしっかりと江東区の野党7団体
それから私たち高等市民連合は共闘して本当に一生懸命戦って5万8千取ったんです。しかしあの時は水戸さんが一人勝ちで7万5千だったんですね。ということで惜しくも次点に敗れました。しかし今回4月の統一地方選挙で私たち高等市民連合は私たちの候補者として芦沢麗子さんを立てて戦いました。その時は2万5千でした。惜しくも4位になりました。ところがところが4月の区長選挙でね、またまた選挙法違反やっちゃった水戸さんと木村区長、あっさりと認めてなんと半年で区長辞職。一体いくら国民、あ、私たちの税金使うのって話ですよね。12月のやり直し区長選挙、区が使った税金は1億5千万。みんな怒ってます。区民、いい加減にしろよ。そういうことがすごく起きています。で今回補欠選挙でしょ。一体一体高等区民もうんざりしてるんですよ。でなぜかって言ったら、皆さんもほら IR カジノでね、一番最初に味噌つけたのが秋元司さん。あの人は控訴してるから選挙出る権利があるって、選挙出てるんですよ今回。恥知らずもほど甚だしい。私たち高等区民がもしあの人が当選したら全国から私たち恥さらしですよね。高等区民バカだなって言われちゃいますよね。だから絶対にそれはしません。でマスコミは今秋元さんのことは一切あまり書いてないですね。で今一番私たち市民連合が頑張って、本当に区内の野党の人たちみんな支持表明してます。共産党だけじゃないですよ、立憲だけじゃないですよ。地域政党の生活者ネット、市民の声、社民党、新社会、全部です。事故を除いた人たちがみんな社会さん応援してるんです、今江東区では。だから絶対に勝たなきゃいけないし、勝てる選挙。しかししかし、まだまだなんです。あと1週間なんですよ、本当に。これは江東区民がいくら頑張ってもダメなんです。全国全都の力の応援が必要なんです。ぜひ皆さん江東に足を運んで、ぜひ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 手伝っていただきたい。何としても28日酒井夏実さん当選の旗印を掲げれば、絶対これは7月の小池都知事選挙ね、もう学歴詐称問題でかなりひびが入っちゃってるから勢いだん。お届けさんの公営掲示板になぜだか小池百合子さんの写真があるんです。で直筆の小池百合子って書いてあるんですよ。12月の区長選挙の時も大久保さんのところに、なぜか大久保さんのところに小池さんが目立つ写真、そういうやり方を 彼女はしてきたんですね。非常になんていうか、そういう見せ方はとても上手だけど、そういうことに騙されちゃいけない。だってやってきたこと何ですか、小池さん。神宮の森を切っちゃったり、怒ってますよみんなね。亡くなった坂本龍一さんにしても、緑を破壊する、今ねすごくね木を切ってんですよ東京都。それでも芝生植えるからグリーンポットの面積は減らないからいいんだって言ってますよ。冗談じゃないですよね。で気に入らない議員の質問には一切答えない都議会。こんな人を私たちいつまで東京のトップとして選ぶ理由はないですよね。何としても都民の人たちが本当に困ってる。私も身近で本当に一人暮らしの90歳のおじいちゃんの孤独の声を聞きました。どこに行っていいかわからない、誰に相談していいかわからない。子育て世代のお母さんたちは本当に安心して行ける場所がない。いろいろ作ってますけど、そういう当事者に声がかかるような、まだまだ行政になってないんですね、高等区もね。しかししかし、少しずつ一歩ずつ一歩ずつ、今山崎区政が終わって議会の中も各議員さんが活発に発言するように、議会の内容もガラッと変わってきました。トップが変わるってことはこういうことなんですよね。すごいです。いいにつけ悪いにつけね。でも私は思うんです、本当にコツ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 高等市民連合がこの4年間積み上げてき、都知事選から始まり衆議院選挙の共闘、
それから区長選挙の共闘、この積み上げが長崎や島根の選挙とは全く違う本物の共闘の構図で、保守乱立です。すごく言葉ではいいこと言いますよ、参政党なんかね。皆さん主権者ですから選挙に行きましょう、諦めて行きましょう、これ正論です、ね、でもその裏に隠されている憲法改正、今日私候補者に聞いたんですよ、やってたから。憲法改正ってどう何を改正するんですかって聞いたら、いやあれは今の憲法は何て言ったと思いますか、自民党が作った憲法だって言うんですよ。候補者そういうふうに言ったんです私。あなた何言ってんのってね、戦前から主権在民の命を含めて戦ってきた歴史があって、あげくのだけで GHQ からもらった憲法だって言うんですよ。だから憲法改正って書いたんだけど、じゃあどこの部分を改正しなきゃいけないと思ってるのって聞いたらね、いや改正じゃないんですって。私は新たに国民の手で憲法を作るから創憲だって言うんですよ。創憲、え、ちょっと待ってって、今こんなに国がおかしくなってて、軍拡予算がいっぱい出てて、こんな時代の中に創憲なんてもんじゃないでしょ、憲法、今の憲法を守ることが最大の課題じゃないのって私言ったんですよね。そし、うん、だからあなたには絶対に入れませんって宣言してくれました。そういうね、本当にね、一見耳障りのいい言葉をみんな言います、選挙になると。あの参政党もそう、維新もそう、それから日本新しい、ね、保守党、いっぱいいっぱい集まってるように見えますが、高等組はほんの噂だつ。皆さんあのツイッターに騙されちゃいけませんよ、組ほとんどいませんからね、あそこに。そういう絵面を見せながら、さも自分たちが勝つような宣伝出ませんで今やってます。本当にひどいです。翼の党なんかこの間立憲の酒井さんの宣伝下の後ろにくっついて煽り運転やってね、お前ら日教から導入されてやってんだろうみたいなことを言ってね、宣伝下回ってんですよ。ひどいじゃないですか。そんな聞いたらみんな区民怖くなっちゃうよね。本当に先生堂々と政策でやってる選挙じゃないんです。もう1対8の選挙です。今酒井さんの宣伝下は1台、他は8台、一人一人8台ですからね。ところが不思議なことに参政党は告示まで朝昼晩大戦やってました、江東区で。ところがところが告示になったらパタッと姿を消した。なぜ、宣伝下1台しかないし政党下1台しかない、うん、そういう状況の中で静かになっちゃったんですよね。だから今私が何が言ったかと思うのは、本当の区民の中に真実を明らかにした選挙運動をやりたいってことです。で、私たちは4月の10日、酒井さんが4月4日に立候補するって記者会見しました。それを受けて高等市民連合は代表が共同で、皆さんよくご存知の宇都宮健二さん、上戸に住んでますからね、それから民主法律家協会の会長の尾崎さん、それから芸人救助の会の代表の古根亭さん、すごい人が住んでるでしょ、江東区にはね。その他の共同代表のアピール、宣言を出しました。この選挙、市民と野党の共闘でやろうじゃないか、呼びかけをしました。それで4月の11日に宇都宮さんと酒井さんで政策協定を結びました。確認書です。今これを大いに組の中に語って語って語って、何としてもやったら酒井さんを勝つために私たちは奮闘しますので、どうぞここにお集まりの皆さん、江東区に足を運んでください。選挙果たしてください。江東区にお知り合いの方がいたら今夜から電話かけてください。よろしくお願いします。まだまだ支持が足りません。よろしくお願いします。ありがとうございます。中国からの訴えでした。どうもありがとうございました。それでは、最後行動提起を選任会から田中さん、よろしくお願いします。皆さんこんばんは。戦争殺害選任会の田中です。本集会への参加ご苦労様です。最初に申し上げますが、今日の参加者は900人です。今日の参加は900人でした。さて、これから行動提起申し上げますが、その前に一言だけ述べさせてください。
自公政権の腐敗、そして政治の私物化、これについては、今日も多くの方が語られました。私は、それに加えて、自行政機関である自衛隊について一言申し上げたいと思います。この間、靖国神社への参拝を繰り返していたことが明らかにされましたが、これは憲法が定める政教分離の原則を逸脱したものであり、絶対に認められないものです。また、靖国参拝やツイッターで大東亜戦争という言葉の使用は、政教分離だけでなく、文民統制そのものが機能していない、そういう危機感を抱かざるを得ません。私たちの反戦平和運動は、軍事力である自衛隊そのものを批判するのではなく、自衛隊はあくまでも国民の代表である議会と政府の統制下にあるという前提で、その防衛政策を遂行する政治の責任を追求してきました。しかし自衛隊自身が政治の統制を離れて独自の価値観で行動を起こすことを許容するというなら、これは全く別の問題であり、安全保障政策の是非以前の大問題です。自公政権が戦争に突き進む政治を続けてきたことが自衛隊のこのような動きに結びついていると言えますが、だとすれば私たちはこのような動き、靖国神社参拝や戦争の過去の戦争を正しい戦争だったとする誤った認識を一層厳しく批判していかなければいけないというふうに思います。それでは行動的を申し上げます。まず最初に申し上げたいのは5月3日の憲法大集会です。昨年と同じく有明の防災公園で開催します。メインの集会は13時からで、パレードは2時45分の出発です。昨年は2万5000人の方にお集まりいただきました。今年はそれをさらに上回る結集によって、腐り切った自公政権に脳の声を突きつけていきましょう。続いて来週の22日月曜日ですが、定例の街頭署名宣伝行動を新宿駅東南口で行います。6時からですのでよろしくお願いします。また次のウィメンズアクションは、4月は先月すでに行いました、5月16日に6時から有楽町糸島前で行います。また総掛かり行動実行委員会として参加協力しているパレスチナに平和を実行委員会の行動ですが、次は4月21日、あさっての日曜日ですが、午後1時から東池袋中央公園で行います。公園で短時間の集会を行った後にデモ行進を行います。ガザの人道状況はますますひどくなっており、一刻も早い虐殺停止と支援の拡大の声を上げていきたいと思います。次回の19日行動ですが、5月19日です。日曜日ですので、午後2時からの開催となります。お間違いのないようにお願いします。場所はこちらです。最後に申し上げます。4月28日の衆議院の補欠選挙です。来たるべき総選挙に向けて、腐り切った自公政権を退場させ、立憲野党が躍進するための最初の一歩としていかなければなりません。東京15区、島根1区、長崎3区に投票権のある方、また友人、お知り合いがある方、全力でのご支援をお願いし、圧倒的な勝利を勝ち取って、政治を変える転機としていきましょう。以上、行動的とします。共に頑張りましょう。ありがとうございます。それでは最後、ちょっとコールをして終わりたいと思います。戦争法は今すぐ廃止。戦争法は今すぐ廃止。戦闘機いらない。戦闘機いらない。輸出をするな。輸出をするな。戦闘機いらない。戦闘機いらない。輸出をするな。輸出をするな。武器の輸出絶対反対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 。地震の国に原発いらない。地震の国に原発いらない。再稼働反対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 。軍拡よりも被災地支援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 。裏金疑惑徹底追及。裏金疑惑徹底追及。裏金議員は今すぐやめろ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 。
ステージ前で 5.3 憲法集会のチラシ配ってます。皆さんどうぞたくさん持って行ってご近所にポスティングしてください。去年よりも多くの人たちでこの防災公園、有明防災公園を作りたいと思っております。今年は本当に大事な